ユーチュのオジラジ始まりました、えー、おしま第3回オジラジ始まりましたがやっぱりこの最初の掛け声が揃わへんねんいやこれ案外後でレコーディング見てみたら合ってるみたいなことがあるかもしれんいあえでもやっぱなんかこのラグあるよな前回の見た時さ 俺思ってるよりめっちゃまあ空いてたから今ちょっと詰めてみた。の、うん、え、今あったででも。いやだから合わせたらいい感じになってるか <laughs> 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 まあそんな感じでね、ラグありますけれども、慣れ,、はい、慣れてきた。あ、生活ですかうん。いやーもうだいぶね、いや慣れたけど、 あの昨日のオジログでも言ったんやけど、うん、マジでなあの、日本の夜の時間に眠くなるねん。すごいな、人間の体って。そうだから、しかも昨日やったら、えっと、まあだから、夕方6時ぐらいに眠くなって、でも、そこからちょっとオジログ編集やって、うん、まあ8時ぐらい、9時かな、9時ぐらいまでやったけど、もう無理やと思って寝てもうて、で、起きたら2時やって、夜の。<laughs> 晩飯まだ食ってないんやけど、もうよ、と思って、2時からもう朝まで寝たった。<う>そんな感じですみ,みんなとご飯を共にシーンは暇あんねんなあ。今は、あの、夏休み中やから、全然別。<う>9月から楽器が始まったら、えっと、週3回、みんなでコモ,ンコモンディナーっていうらしいんやけど、うん、みんなで食うらしい。マジです。なんかさ、 あのオジログでも見たけどさ、なんか人が変わっていくらしいやん、<の>そみんなの分作るらしいやん。こいつの料理美味しいけど、こいついつもあんま美味しくないとかあるあやろな。いやだから昨日さ、あの、おとついかな、あの、友達と一緒にスーパー行ってんか、で、その道中で、うん、あの、料理、それあるって聞いて料理すんのって言われたから、いやあんませってって。<laughs> <laughs> まあ あの初めは大丈夫だよみたいな、助けてくれるからみたいな。え、その友達は、えっ、ー、と、うん、その大学に何年目なのえっとな、あと1年って言ってたから、一緒やんねんけど、でも、あの年齢は俺の4つ上。うーんだから、<れ>なんか、この寮に住んでる中で、20歳ぐらいなんは、なんかめっちゃ少ないわ。そうなん。みんな 年上そうそう。えってことはまあ,あのその3年生みたいなことってことはこの寮にの制度もう3年目ってことやな。もうそうやしでもあのなんていうのめっちゃ面白いのが別に大学4年間いなあかんわけではなくてなんかさまんていうの夏のインターンとかでコペンハーゲンに働きに来てる人学生とかが ここに、夏休みの期間だけ住んでるとかもある、ね。ええー、そうそう。もうない。まあ、そうそうそう。まあ、見てると、なんかもうやっぱ自由やな。自由ですね、かなり。いいね。まあなんか、プライベートな時間が欲しいときは部屋に戻ってきて、まあ人としゃべりたいときは外出たら、まあ誰かいたりするし。いい感じやね。ええー、なまあそんな感じでね。まああの、はい、 過ごされているユ o u t さんですけれども過ごされているねうんあの今回ユ o u t さん企画というかフューチャー企画でよいしょえい、ー、きますいきましょうユ o u t のお悩み相談道場よいしょ <laughs> <laughs> いやこれあの第0回聞いていただいた方はわかるかもしれないですけどあんまり決まってません確かに 全然決まってない。うん。まあちょっと試しにね。まあ <laughs> <laughs> あのー、一つ、あのー、質問っていうか、お悩み来てますんで。あ、一つ。いや、三つ来てます。うおー、じゃあ、まあ一個目の人は、ちょっと試されるみたいな感じになりますがお願いします。すみませんの。真面目な方いらっしゃるんで、それでいきましょうかね。一<ー>個目。あ、オッケーオッケー。 えー、いきます。はい、勉強などに取り組むとき、いつも気づいたら歌ってしまっています。<ー>集中したいときどうしていますか、はい、なるほど。真面目かと思ったら、歌っちゃうっていう、ちょっと真面目じゃなかったんじゃない歌っちゃうんか。はい。じゃあこれね。うん。歌せていただきますわ。お何で決まるのかはい。ここは。 コテでかしていいいたただきたいと思います<ー> <laughs> やられました、はい、この意図とはえっ,とです、ね、やっぱ剣道で言うね面って言ったらやっぱり正々堂々ドカーンといくイメージがあるんですけどコテ、うん、というのはですね相手が動いたところを狙う、ね、お互いがまっすぐ向き合ってる状態じゃ決まらないんですね相手が動いたところをパコンと狙う感じでね まあ言ったらちょっと横にそれるんですよ。で、これね、えっと、リスナーさんからのお悩みは、勉強に集中したいけど、ドカーンと行きたいのに、やっぱちょっとそれてしまうっていうね。そんな時は、それるのを本気でやったらいいんですよ。おそうそう。歌ってしまうってことは、歌いたいっていう、もう自分の体が欲してるわけじゃないですか。だからもうそれをね、コテを一本にする気持ちで、 歌い切ってあげればいいんじゃないかなと思います。はい。あの、自分の欲にね。そうそう。向き合うと。向き合う。なるほどね。でもそれ紹介しちゃって勉強にう。そうですね。なるほどえ。そういう時はありますなんか勉強集中してて他のもん聞いちっちゃう時とかあります言ってさ。いや、めっちゃありますよ。じゃ最近さ、それこそあれやあの、YouTube ショーツとかさ、うん、インスタのリールとかさ、 もう気づいたら見てるやん。ほんまえな。で、うん、も、う誘惑だらけなんよ、周りは。でもなんか逆に、無理に、打ち勝とうとせずに。うん。なんて、そう、脇道にそれることを、をその時間をちゃんと作ってあげて、やれば、いいと思うなるほど。と思いますね。もう、圧圧はそんなこと言わへんよね。あつ英語の。あつえは。 時間を効率的に使うためには、まずこの3ステップが必要です。<laughs> それるからね、ワンワンワン。あの、イージーイーズのかかったテキストアニメーション。え、あの、オジログの,あの、うん、インコペンの編集がちょっとかっこよすぎて、あの、もうインジャパン出す気になれません。<laughs> <laughs> じゃインコペンめっちゃだって、熱英語意識してるもん、割と。マジで、ね、グラデーションは厚のグラデーションやし。そうそうそう。 いいあ皆様、厚英語っていうですね、あの、英語学習系 YouTuber がいてですね、まあ僕と平瀬は、あの、高3ぐらいから見てるんですけど、で、課金,課金して、あの、オンラインセミナーとか行ってた、あの、<laughs> <な>本も買ってるしね、まあ。そうそう。いや、でも、あの、ビギナーレベルっていうか、僕らレベルにはめっちゃちょうどいいから、ぜひ見てください。面白い。なんで なんでオ子ジラジで宣伝してるのかわからんな、はい、うん。そうやね。まあ、こんな感じで。まあ、ちょっとまあこんな感じでスタイルが見えましたね、はい。コテを決めていただければなと思います。うん、この質問者さんには。はい、じゃあ次、いいですか二個目す、はい。お願いします。一人旅をしたいのですが、不安が勝ってしまいます。どうすればポジティブな考えを持てますか、はい めちゃくちゃいい質問ですね。僕たちにしてほしい質問ですよね。旅っていうのは、ね。はい。間違いありがいなくこれはですね、打たせていただきます。お願いします。どうでいかしていただきたいと思いますどうきたどうきた面かと思ったんやけどな。どうやったわ。どうです。で、なぜどうかと言いますとですね、面ってまっすぐいくじゃないですか。 うん、怖いんですよ面って手を上げないといけないんですよね上に相手の頭まで手を持っていかないといけないそしたらこても打たれやすいどうも打たれやすいってなるんですよだから面に行くのは怖いんですようやんだから今一人旅に、ね、行きたいけど行けないってこの面に行くのは怖いっていう状況ででも行きたい気持ちがあるってことはちょっと攻めようとしてるんですよねお<ー>その中で 徐々に攻めてて攻めて一人旅に行ってみたら相手が面来てくれるんですよ。これどういうことかって言ったら向こうの例えば地元の人とかが話しかけてくれるし絶対優しい人絶対いるやん。ない,ますいやそう平線もよくわかってると思いますが絶対いるんでそういう人たちをがこう来てくれたところをもう鮮やかに銅で抜いて。 その出会いを切り開いていくというね、そういう意味合いも込めて、えー、導入させてもらいました。だからとりあえずあ行ってみたらなんとかなるっていう。<laughs> <laughs> やられましたね。いやでも、うん、あの、やっぱりこの方も多分一人旅はしたことないけど、まあそれはあの複数人での旅はあるっていうからだと思うんですよね。やっぱり複数人での経験があるからその楽しみを知ってるじゃないですか。確かに。一人旅ってマジで別世界というか、 確かに全然違うじゃないですか、旅のジャンルがね。その楽しさを知らんやんか、やっぱり不安しか知らんっていう。うん、うんうん。それ行ってみたらやっぱ楽しさって分かりますよね。うん。1> 1人うそう。しかも、一人旅って複数人と違って、なんか自分のスタイルが見つかるしな。そうやね。あと、あの喋ろうと思ったらマジで知らん人に声かけられ声かけなあかんっていう。<laughs> そ,うそうそうそう。だから、まあ、よくあるのは、 ゲストハウス泊まってみるとかでもちょっとハードル高いと思うから全然あの道の駅のおばちゃんにあのレジで買い物するときに何かおすすめありますかとかよく言うような俺らうんよく聞くまあ田舎はいいよね田舎めっちゃいそう有名な観光地ほどなんかちょっと急いでるからみんなうんでも一人旅に行くならちょっとハートフルなそうそこにいた方がいいですよね 確かに。まあ、日本っていん、いっぱいそんな僕とかあるしな。うん、だから結局、東京、大阪とか、なんか、大都会以外やったら、どこでも良さそう。ありがとうございます。ありがとうございました。では本日最後のあどうぞ質問と、えー、お悩みですけども、ね。サークルの友達が練習を抜け出して、花火を見に行くと言ってるのですが、えー <laughs> それよりも私は早く帰りたいです。あ、だから誘われてるんですね。練習抜け出して、ああ、なるほど。行こうよって言われてるんですけど、いやもうそんな行きたくないっていう、はいはい、どうやって断ったらいいんですかっていう話ですね。なるほど、なるほど。これはですね、えー、打たせていただきたいと思います。お願いします。 メンディかせていただきます。メンさんでありがとうございます。<laughs> はい。これはですね、やっぱでもそういう時マジであるような、なんか何々しようって言われて、本心は全然そっちじゃないみたいな。ありますよね。で、なんか、そうですね、僕はそういう時は、やっぱメンってさっきも言ったんですけど、堂々とね、まっすぐドカーンと行きたいんですけど、もう帰りましょう。<laughs> あの帰りましょう。はいで、面にもいろいろあって、あのこれちょっと難しい話なんですが、相手が来たところに合わせる面と、自分からもう相手見ずにドバーンと行く飛び込み面っていうのがあるんですけど、飛び込み面しましょう。あの,もう <laughs> あの誘われてるけど、うーん、もうすっかり歩き出しましょう。はい、自分の意思が、ね、あ,<の>ありますから。 でね、あとで、あの、DM、DM でね、あの、うん、お母さんにちょっと呼ばれてたから、あの、帰ったわって言っ,てって言うとでては、まあ、友達関係もい大丈夫じゃないですかまあそうやね。はい、<laughs> 大丈夫か、<laughs> これ。いいんじゃないですか、ね、<laughs> まあ、なかなか難しいよね。<laughs> いやめ、マジで難しいと思う。あのー、かも,ここも,もう、ちょっと。 花火誘われるって多分女の子な気がするから余計難しそうじゃん。<ー>いや分からん。男子かなどうでしょうあんまり分からへんけど。はい、で、まあ、なんかその間柄にもよるよね。僕と平瀬にやったら、僕が多分平瀬、うん、にあの花火こうやってって、平瀬にるかったら、うん、いやもうええやんって <laughs> 言うと思うんで。<laughs> 関係性によるよね。そう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 。で、そこでなんか行っちゃうと、やっぱりね、 ててくれるるんだってなるからそう,そうねいい関係を作るためにはやっぱ言うことも大事ですよね<の>自分の意思を自分のなそうあのアイデンティティをうんあのまあ他者からも理解してもらわないといけないあ,あ確かに確かにこういう人なんやっていう植え付けをしないといけない <laughs> 僕とかも結構わがままに生きてますけど <laughs> そ,<れ>そういう植え付けをみんなにしてるから僕が変なことしても、はい、まあ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  いいんでしらもうしゃーないなって確かにね。そんなたら無双ですから、うん。まあでもフォローも大事かなと思いますね。あのこの人は絶対にごしてやからもう誘うのの面倒いと思われたらまた嫌やから。あ<ー>まあたまには行く気持ちも見せつつまあ難しいですけど、面を打っていただければなと思いますね。うん、はい。そんな感じで、今回の道場は閉館閉館 し最後に終わりましょうか。あ、わかりました。えー、目相というのはですね、あの手を、えー、右手左手をですね、お腹の前くらいで重ねていただいて、で、親指だけで輪っかを作る感じですね。男性右で右が上。下ですね、右が下、はい。右が下で右手を下にして、ちょっと指を重ねて。はいで 親指で輪っかを作って、なんかちょっと前から見ると玉ねぎみたいな形にして、はい、目をつぶりましょう。はい、目相。はい、やめ。ありがとうございます。開けるゆっっくり目てねねそうですありがとうございます。はいありがとうございます。ラジオであっていいのかというこんな沈黙が。<laughs> でもね、それも気にしないぐらいの。 しっかりね、はい、道場でありがとうございます。はい、ありがとうございました。道場閉館ありがとうございました。ということでですね、はい、今回ちょっとあの、イ、はいとフィーチャー企画ばかりなんですが、はいまあ、ペンペンハーゲン、えー、行かせていただいていいですかねいいですよ、ペンペンハーゲン。いきますペン、ペンペンペン、ペンペン、コペンハーゲン。 いってうのコペンハーゲン留学日記。よいしょーいやまあね、もう最近のフリートークはこれあのー、コペンの話になっちゃってるんですけど、はいまあね、もうフリートークで結構話したからね。うん、何話したっけ山んまえないや。<laughs> えっと、眠いっていうのと、うんあとは、えー、ご飯買いに行った話。 うん。あ、そうやそうや。コモンディナーの話ね。うん。なるほど。なんかさ、うん。遊びとかしてないのトランプとかさ。あー全然まだしてないボ。でもボードゲームとかあんで。そうなんや。あのこの前、ボードゲーム持ってきたんかなと思ってみたら、冷凍のピザやってびっくりした。ややこしいのややこしい。あの箱の感じ、めっちゃ似てるやん。うん。俺、パッケージで何か分からへんからさ、こっちの持って。うん、あの、見えへんと。 ボードゲームするんかなと思ってあ,あのさキッチン入ってきたら冷凍ピザや <laughs> それはスーパーで売ってるレ凍ピザそうそうそう,そう高いどうなんやろ俺見たことないまだなんかあの欲しいものがどこにあるか分からへんしこの前はあの友達とさっき友達とスーパー行ったって言ってたけどまあそれはあのシャンプーが見つけれへんかったから一緒に行ってもらったって そうそうそそんなわからんもんなんい。いや、なんかな、日本、シャンプーだけはちょっとわかりにくかった。マジか。うん。あとは、なんか、何食えばいいかもわからへんね。なんか、うん、今は、あの、朝ごはんはオートミール、バナナとオートミール、まあ、オーツ,オーツボールみたいなの食べて、で、昼は、まあ、学食行くこともある。学食めっちゃおもろいんやけどさ、うん、あの、 ビュッフェスタイルやねんか。<う>一つのお皿に自分が好きなの。サラダとか、<ー>あの、なんていうの。パスタをミートソースであえたやつみたいなとかを乗せて、うん、それで最後、レジが、まあ、自動やねんけど、うん、あのりにのせんねんか。うん、それであのボタン押したら何円って出てくんねん。重さで。で、それカードで払うみたいな。 じゃ、軽いやついっぱいやったらやそう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 。<laughs> 軽いやつをいっぱい持ったら、そう、あの、サラダ系とかね。おう、めっちゃいいよ。あのソース重いっすから。<laughs> の、えでもソースなしでもうパスタいっぱい入れて。そうそうそう。そうそう。そういうのもできるマジで、重さで、まあ、マジグラム単位で値段が変わってくる、そうなんや。うん、簡単やねおもろいな。そう。そうですね。 昼はそんな感じで夜はあの自分でパスタ作るまたパスタ買ってなるけどまあパスタ楽なんでパスタ楽やねそうしますねジログで見たけどめちゃめちゃ食器とかはねんなそうあのアホホだる誰がこんな使うねんって感じ <laughs> でもまあ13人いるらしいからまあ今はまだみんな夏休みで来てないけどまあみんな来たら楽しくなるでしょうねワイワイ13人って多いな多いなんか 12部屋あって、最後の一部屋は、なんかカップル用かわからへんけど、2人部屋みたいな。で <laughs>、13人らしい。<laughs> 思うようなフレキシブルすぎやろ。うん。そうか。あな。そうですね。コペンの、うん。どうぞあの。昨日ですね。あの、うん、遠足行ってきましたですね。ああ<ー>。はい。 えっと、おじいさまチャンネルのインスタグラムの方にはですね、写真と動画とをちょっと載せさせていただいてますんで、要チェックですけれども、あの,あのさちょっと、ちょっとまたそれるけど、俺、コペンの写真とかも、おじいさまチャンネルインスタにしか載せんことにしてる <laughs> <laughs> あの。しょうもないのは、まあ、インスタ、しょうもないって言ったらあれやけど。でもまあ パブリックで見れるのはおじさまチャンネルなんでぜひぜひ。そうやな。フォローしていただければおお。おじちゃんのインスタフォローしないと見れないよ。<laughs> そう,うんぜひね。うん、で、まぁ、あ、遠足行ってきたわけですよ。で、俺、あのー、世界遺産に行って、なんか、ロスキレ大生っていう、うん、なんか、歴代の王族、うん、デンマークを築いてきた王族たちが眠る。 大聖堂でキツギガンね。えー、でしかもめっちゃ装飾されててで行ったらこれちょっと平線がいいなと思うかもしれんけどパイポールガンがあ,<ー>あってそれを四曲聴きましたね。えー、演奏してくれはった。そうそうめっちゃいい音やったわ。うんうん。うん、パイポールなんてなかなかなんかあっても聞かへんよな。そう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 あ,あるなぐらいで。うん。 うん、僕もあんま聞いた記憶ないかもしれないあれはコンサートホールはあのー、コンサートホールであるけど、使わ,ん使わへんうーん、そうやな。パイプールガンなってましたね。なんか、あの、ちっちゃいのとおっきいのがあって、なんかやっぱり時代が違うみたいな話をしてて、<ー>で、まずこっちで演奏して、まずもう次もう一個で演奏して、最後一緒に演奏してみたいな、やってくれてましたね。はい。 いいんじゃないですか。まあ、そうですね。うん、はい。まあ楽しめてるっぽいんでね。はい。楽しめてますね。これ、この放送がまあ12日で、はい。そうや僕、僕ね、来週、はい、あ、来週じゃない、最終か、はいあの。東京伝送会あるんですね。はい、あ、ほんまや。なんで、その週、お休みいただいてもいいですか あ、もちろん、あの、ホワイト企業なんで、おじい,おじいちゃんは。い,はい。次回はあります。次回19日はありますね。はい。26日ちょっとごめんなさい。はい。お休みいただきますということ。あ、ほやばいこれ。やばい。東京の次の週大阪なんですね。まあでも、あの、ね、収録だけでも、ね、やっとけば、うんあの、編集公開できますんで、うんはい、僕が。はい。まあまあまあ。 なんとかね。はいに。まあ、とりあえず26六お休みで、それ以降、また考えましょう,うす。26お休みいただいて。はい、まあ、大阪はね、あの、近いんで、あの、別に日帰りなんでね。あの、まあ、ぜがひでも、あの、やってほしいというお願いがあれば、あのぜひコメント、はい、皆様のね、コメントがまあ大事ですんで。そうね。インスタもね、インスタの,あのストーリーで、あの、お題とか質問とか、 あるからな、うん、そのもっとそれも活発にしていけんとね。はい。そうです。ファンネーム置き去りやからね。<laughs> 忘れてた。やべえ。これ、今回の放送後にまたインスタでファンネーム出しましょうか。しましょう。もうこれ、もうチャンネル登録者100人超えましたから、あすごいそろそろ必要です。そろそろ必要ですね。皆さんのおかげです。ありがとうございます。 えっと、前話の何だっ,っけおじを残すなんだっ,っけさまおじかさまを残すあ。まあまあ、どっちでもいいな。うん、まあ、僕らのまあ、でももっとはおじですからね。そうねまあ、それを中心に考えていただければ。はい。はい。まあ、今週はこんな感じでね。次週何やるか、またまあ会議しときます。はい。 という感じでまあ、まあ、インスタの方も要チェックでお願いします。あの、おじさまチャンネルで検索していただいたらもうスイッチに出てきますからね。すぐ出てきますから。はい。よろしくお願いします。ということで、えー、第3回おじらじ、ヒラセント、えー、YouTube の <laughs> でしたか。ヒラセ YouTube でお送りしましたって感じでいこうかな。あ、オッケーオッケー。第3回おじらじ、ヒラセン